い、クジラクジラ。なんだね。尾張の噛みつき飴、河村隆いんじゃん。いるね。隆は金色のものを見ると噛みつく習性があるんだって。ないと思うよ。それとも目の前にあるものは食べ物だと思うのかな。思わないし、自分で目の前というか口元に持ってきたからね。まあ隆も謝罪しているんだから許してやって。地球上で初めて河村隆さんを擁護している人を見つけたよ。そんな隆が噛んだ金メダルは交換になるみたいね。2点3点したけど結局隆が買い取るみたいね。これで噛み放題だね。それがどうやらヤフオクに出品するみたいなんだよ。いいの？そんなことして。隆のものになったんだから隆の勝手だろうや。さらに批判されるだろうね。でもすでに落札しようとしている人がいるんだよ。本当に？その人はお金は使ったら使ったほど金持ちになるって言ってる人だよ。そんな人知らないよ。ほら、美術品コレクターでもある経営者だよ。誰？元 ZOZO の前澤社長だよ。なんで前澤さんは金メダルが欲しいんだろうね。金メダルをして宇宙に行きたいんだっ